はい、先々なこと新潟人の飲酒動画です。今回は生ビールです。アサヒのグランマイルド。続く柔らかなコク、アルコール度数 7% と高め。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチとレモングラス。なんだレモングラスって。わからん。レモンのなんだろう。わからない。グラス？特に何も書いてないですね。続く柔らかなコクとしか書いてない。で、しかもこれ、なんだ。限定醸造じゃない。限定醸造とは書いてないですね。これはちょっと、なんだ、レモングラスって。レモンの葉っぱ？わかんない。レモングラスってなんだろう。レモングラス。乾杯。うわ。ああ、確かにレモンの風味すんな。あ、苦い、あ、苦い。あ、苦いな。レモンの、なんか、葉っぱかな？なんか、草っぽい風味するな。草のような、植物的な風味する。なんか植物的な風味する。柔らかなコクが続き、ゆっくり楽しめるこだわりのビール。麦やアルコール度数 7% の豊かな味わいがありながらも、余分な雑味や甘さを抑えることで上品で柔らかな余韻を実現しました。余分な雑味、甘みがないので、時間が経っても美味しさが続きます。自分のペースでゆっくり楽しめるスロービールの新提案です。ちなみにこちらが4月の17日の新発売。昨日発売したばっかり？柔らかなコクが続きって書いてあるけど、結構あれだな。別に柔らかな風味はしない。結構、どぎつい。どぎつい味するけどな。割とどぎつい、苦味もあるし。特に書いてないんだけど。レモングラスに関すること何も書いてないですね。なんか高アルコールだとか、美味しさの持続性とか。とかしか書いてないですね。美味しさがずっと続くビールです。まろやかに 7%。別にな、まろやかな味じゃねえけどな、これ全然な。どこら辺がまろやかなんだろう。結構シャープな味するけど。苦味もあるし。だけど何も書いてないんだよね。確かにレモンの、なんかレモンの葉っぱのような何かの植物的な、レモンの香りと植物の風味みたいなのが、なんかしますね。これなんだろうな、これ。あ、レモングラスでグル。レモングラス。
レモングラスはイネ科のオガールカヤ属の多年草。あ、ハーブだ、ハーブみたいですね。ハーブだそうです。レモンの香味成分であるシトラールを含有しているため、レモンのようなフレッシュな風味がある。乾燥させて粉末にしたり、あるいは生のまま使用される。主な使用法は、ハーブティー、スープ、カレーで、鶏肉や魚、シーフードと、もよく合うと。また、虫が、嫌う匂いであり、虫除けスプレーに使われる。ああ、なるほどね。やっぱりなんか植物的な香りするなと思ったけど。やっぱそうなの。でもレモングラスってすごいな。こんな普通にそこら辺にある雑草みたいなやつやね。ほとんど見た感じただの雑草や。これがレモンの香りするっつうんだから。ちょっとあれやね、草っぽい感じするね。ちょっとやっぱ草っぽい風味があるな。いや、確かにレモンの香りもするんやけど、どちらかというとレモンの香りっていうよりは、レモンのなんか、レモンの、ちょっと俺植物詳しくないかわからへんけど、まあ、茎というか、レモンの茎というか、なんかそういった葉っぱみたいな。レモンの葉っぱのような風味っていうのかな。感覚としてやっぱりレモンと、あの植物のような、結構青々しい、香りするもんね。で、しかも別にまろやかでもねえしな。どこをどうやって、あの、これまろやかな、じゃあ柔らかなコクって書いてあるけど、あの、アルコール度数 7% もあるんで、これ。柔らかもクソも。でも確かに、アルコール度数 7% が、あの、あるビールかって言われると、そんな感じはしないと言われればしないようでもあるし、でもそれ何も書いてないってすごいよね。レモングラスについて何も書いてないんだもん。これ原材料にレモングラスってはっきり書いてあるのに、しれっと書いてあるだけで。いえ、実は何もかい、あの、使ってませんよって、あの、普通にさ、俺みたいな原材料見ねえやつはさ、こんな絶対わからねえよ。え、そんなん使われてんのっていうレベル。だって何も書いてないんだもん、ここら辺に。ここら辺全部見てもさ、一切そのレモングラスに関しての一文字もないん。確かに得意な風味はするけれども。マイルドではないよね。柔らかなコクって言われても。どこが柔らかいのって言われると、俺は、どこが柔らかいのかって、聞きたくなるね、これね。
しかも青臭いっていう。これは買わねえかな。ビールでこんな青臭い風味するのは初めてですね。で、しかも結構苦味もある。これなかなかこんな風味のビールってないと思う。しかもグランマイルドっていう名前からするとなんかすげえマイルド感みたいな風味っていうかマイルドしてますよ的な、なんか印象を受けるけど、全然なことはないっていう。これ謎だな。実に謎だな、これ。続く柔らかなコク。だって柔らかでもないし、コクも大してないっていう。で、しかもマイルドでもないっていう、その、1ミリもこのさ、書いてあることが、一切、俺にはさっぱり何言ってんのこいつっていうレベル。だよね。すごいな。これほど、何言ってるかわからないビールも珍しいですね。おまけに青臭いっていう。これわかんないなぁ。これもはや何言ってるかわからないですね。で、一番気になるのはなんでレモングラスについて一切書かれていないのかっていう。それもわけわからんしな。だって公式サイト行っても何も書いてねえんだもん。見てみ、これ。公式のサイトに行っても何も書いてねえんだもんな。すごいよな。書いてあるの原材料にのみ。自分のペースでじっくり楽しめるスロービールの提案ですって。これのどこがスロービールなのかもわからへんしな。せめてスロービールだったらお前、小麦とかのさ、いわゆるさ、小麦ビール的なさ、銀河高原ビール的なさ、だったらわかるよ。でもさ、アルコール度数 7% もあるわけよ。で、それでスロービールつってんだからさ。これ、せめてゆっくり楽しむビールとアルコール度数さ、まあ、5% ぐらいだよね、普通。なんでアルコール度数高いくせにさ、スロービールとか言ってゆっくり楽しむとか抜かしてるの、それも意味不明だよね。これ1ミリも理解できねえな。このアサヒの何を言ってるのかさっぱりわからないですね、これね。柔らかなコクが続き、ゆっくり楽しむアルコール度数 7% ビールって。もうすべてが矛盾してるで、味も矛盾してるし、で、レモングラスも書いてないわ。あ、何言ってんだ、こいつって。
朝日も土地狂ったか。もう朝日はスーパードライだけ作ってりゃいいんじゃないか。もう、別にあと何も作らなくていいぞ、こいつ。朝日オリオンビールと、朝日はオリオンビールとさ、スーパードライだけ作ってりゃいいんちゃう？もはや。ドライプレミアムはゴミカスうんちだしな。あ、でもこれうまいか。朝日のプレミアム生ビール。熟成ってやつ。これクソうめんだよな。これもクソうめんだよな。確かに。このプレミアム生ビール熟成はクソうめんだよ。確かに。これはようわからない。ようわからない。これはおすすめできないんだ、これ。まあ、すべてにおいては、この青臭さが、すべて何かおかしい、おかしなことを言うとる。おかしい味ですね、これ完全に。この青臭い風味を、果たして、うまいという人がいるか、出ていないでしょ。3、2、4、2です。ご視聴ありがとうございました。